の新聞でも少し話したことがあって、まあ、それを少し、関係を広げながら少しお話をしたいと思います。で、まあ、2回予定してまして、今日1回目、それから24日でしたか、8月24日に、2回目をやることにしてます。多分話の中身を考えると1回じゃ終わらないだろうということで。で、面白いというか、少し、なんていうか、ためになるとすればためになる話というのは2回目の方にあるかもしれなくて、今日はごく外面的な話になるかもしれません。で、およそですけれども、その先ほど申し上げましたように、つまり私、後で紹介しますが、西洋の中世を研究していて、その大学という教育組織というものが、この私が専門している時代に始まったもので、ですから、その大学というものの、まあ、一番起源というものがどういうものだったか、あるいはそこで、に集っていた大学人というのかな、というものがそもそもどういうものだったのかということについてお話をして、多少現在の我々の大学差し当たり、あるいはもう少し広げて日本の大学というか、そういうものの立ち位置というか、そういうものについて、皆様方と一緒に、まあ、考える機会があればいいなと思ったわけです。で、まあ、ですから3回目、今日はその学びのあり方というところまで、ざっとお話をして、それから京都新聞に書いたことと直接つながるような点は2回目に主に話すことになるかと思います。それで自己紹介ですけども、厳密に言うと文学研究家の、哲学宗教学講座の中に西洋哲学史選集というのがありまして、西洋哲学史選集の中には、まあ、今現在は3人の教員がおりまして、古代の担当の方、それから近代哲学の担当の方、それから中世のを私が担当している。まあ、広い意味での哲学というのは他にも、順哲という文学では言ってますが、哲学という選集、それから宗教学だとか倫理学だとか別の選集もございますが、まあ、その西洋の哲学の歴史を一応中心に、まあ、研究をする、まあ、教育をするっていう、そういう役割を担っております。で、その中でも私は、まあ、西洋って言っても、まあ、その話をしだすとまたこれで3、4回かかるわけですけど、その話をしますと長くなるんですけど、いわゆる、まあ、ご存知かどうか、13、4世紀から、12世紀から、広い意味で、まあ、いろんな時間幅の取り方できますけども、私の専門は13世紀から14世紀、日本でいうと鎌倉時代ですよね、ぐらいになる。その時代にいわゆるスコラ哲学という、そういうふうに言われている哲学のいろんな面を、まあ、研究し教えるのが私の、まあ、仕事なんです。で、そのスコラ哲学というのはお名前は聞いたことがあるかもしれませんが、まあ、スコラというのは英語で言うとスクールですね。もともとは暇という意味、ギリシャ語のスコレーという 暇という言葉から、暇がないと学問できないということかもしれませんけど、そういう言葉から来てるわけですけど、この私がの専門している13、4世紀におけるスコラ、学校というのは、つまり大学なんですね。で、大学という組織は、まあ、広い意味での教育をする機関というのはもちろん人類とともに、まあ、あるのかもしれませんが、我々につながるような、つまり我々が京都大学といって大学と呼ぶような、そういう、なんていうのかな、教育組織というものは、この時代に、これも正確に言えないということは後で申しますが、12世紀の終わりから13世紀にかけてできたわけですね。ですから私は、まあ、その歴史、まあ、文学部でも歴史学の分野があって、もちろん哲学とは別に、その中でも大学の歴史っていう専門にする人もいるのですね。だからそういう意味じゃ本当の意味での大学の歴史の専門家ではありません。ただやはりどういうシチュエーションというか、あるいはどういう組織の中で学問が営まれていたのかということは、学問の中身にも関係しないわけではないので、多少私も、また聞き風だけども、いろんなことを、まあ、調べたりするということです。その意味で、ちょっと本当の専門ではないという、そういう意味じゃ、申し訳ない話なんですけど、その点を、まあ、ご容赦いただいて、不正確なところは専門家にお聞きいただきたいと思います。それで、
その一番最初にこう、そのどういうふうに大学が始まったのかっていう、そういう点からまあ話をしたいと思います。で、先ほど言ったように12世紀末から13世紀に始まるっていうふうにまあ申し上げましたが、西洋の歴史の中で、まあ、いろいろ歴史も政治の分野だとか経済の分野だとか、いろんな形で、まあ、切り方っていうのはまあ分かれるわけですけども、まあ、一般的にまあ常識として通用しているまあ言葉として、12世紀ルネサンスという言葉があります。まあ、普通にルネサンスという言葉は、まあ、レオナルド・ダビンチとかピカソとか、イタリア、それから、まあ、結構広がってきた19世紀の、ルネサンスというのが一番有名ですけど、西洋の歴史の中では、まあ、ある意味万全も的にもある種のルネサンスがある。それから12世紀にもルネサンスというふうに言われて、まあ、この概念は言葉は定着しています。で、まあ、いろんな意味でやっぱり社会の一種の革新が進んだ。具体的に例えば農法ですね、農業のやり方の問題とか、そういう技術的な問題、それから商業、物の物流の展開、それからここに、まあ、今日関係するように教育の制度のある種の革新といったものですね。いろんな面で社会が、まあ、ヨーロッパの世界というのは、まあ、この時期から再活性化するという、そういう時期、それの流れの中で教育組織として見たように、まあ、12世紀の末から13世紀の初めにかけて一番最初の、その大学と呼んでいい教育組織が出てきたとされています。それで一番最初はね、その括弧でくくってきますが、自然発生的な大学という形で出てきました。まあ、具体的な名前で言いますと、イタリアのボローニャですね、の大学、それからパリの大学です。今まで、その両方とも現在まで続いてますが、まあ、あげませんですが、その他に、まあ、オックスフォードも、まあ、相当早いですね。そういう大学が、まあ、いわば自然発生的な大学。このことは別のタイプの、別の現れ方をした大学のことを、後でまた少し申し上げますが、それと区別して、まあ、自然発生的なという形で、呼ばれている、そういう大学の出来上がり方があります。こんな調子でいいのかな、30分で間に合うのかどうか あれですけど。それでですね、まあ、我々も京都ユニバーシティというふうに我々の組織を呼んでいるわけですけども、その元になる言葉はラテン語で、ユニベリシタスという言葉です。まあ、この言葉そのものの中には別に教育機関とか学問とかっていう言葉と本来的につながりがない。ただ、まあ、ご存知というか、どうなんだろうと思う気になるかもしれませんけども、ユニバース、宇宙という言葉がありますね。言葉の流れから言うと、海というのは一つの方向へ、ベルスというのベルスタというのはそういう、そっちに向かう方向、とか一つにまとまる、だからそういう、つまりユニバース、宇宙という言葉も、あらゆるものを一つのものとして捉える観点。その言葉とは結びついていますけれども、そもそもの中に、まあ、教育とか学問とかっていう言葉の、そういう意味が本来的に言葉そのものの中にあるわけじゃなくて、一種のタイトルに挙げましたように、一種の組合、ある種の団体というか、そういう意味しか本来は持っていないことです。もう一つ、その大学って言葉にカレッジって言葉もありますが、この言葉の元も書きませんでしたけども、リウムという言葉なんですけど、これも言葉そのものにはそういう別に学問と関係するという意味はなくて、やはり団体とか集まりとか、そういう意味で、先ほど言いましたように、12世紀の末のルネサンスから学問がいろんな形で活発になって、非常に有名な教師、一番有名なのは、人生で有名な教師はアベラール、ロイズとの恋愛実験で有名な人、アベラールという教師がいて、非常に、まあ、いろんな分野で有名だったので、学生たちが集まる、それで、いわば塾のような形で、そのアベラールの元にある学生たちが集まって、お金も払うんですね、授業料を払う、今の同じ塾と同じで払う、そういう大学進んでいた。だから、その学生はあの人に学びたいって言ったら、の元で勉強したいって言ったら、その契約を結ぶ、個人的なレベルで契約を結ぶ、そういうことがあって、
続いていたわけですけども、その科学的知識はそれが、まあ、要は弱体化する、つまり、まあ、たくさんの、その、守るべき規則のようなものを守る義務をメンバーを負うわけですね。そういう意味での内部的な規律というものも当然、なくちゃならない。だから僕は昔ちょっとドイツの有名な大学町ハイデルベルグ行くと大学が牢獄を持っているつまり違反したような学生をそこに閉じ込める一種の裁判権のようなものを、まあ、持っている面があるんですね。だから、そういう形で自然発生的な、あるいは自然発生的な、そういますように、ある種、もうちょっと後の形態でも、そういう自治の観念、大学の自治の観念というのは、そういう形で発揮されているわけです。